始まりましたモンスターストライクの時間でございます。皆様、このね、平和な、時間をどうする。そうですね、はい、今日は何ですか、じゃあ自己紹介しましょう。何今日は何、はい、私が FB37 です。よろしくお願いします。はい、漆黒の多点指摘存在キックマックスです。はい、モッツです。ですね、本日はですね、はい、青木ラブブル、そう、青木ラブグル、それ何が出てくるの。カーマ、カーマ、カーマ、カーマですね。カーマ、いいじゃないですか。カマ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 。そして見てください、このメンツね、ひどいですよ。あの人がいますから、あの伝説の、あのお方が、ウォッカさんがいらっしゃる。しかも進化させられてる。炎の初めて見た。さっき進化させたんだけど、そもそも進化したらもう価値はないもんだって。確かにワープ今回重力バリアだっていう。アンチワープ、ワープ固めればいいんです。そして俺も、あの、ただタートルズ。カワバンガが見たいからっていう。ひどいわ。何も属性しか合ってない、うん、だから今日の目標はカワバンガを見るっていうことで行きましょう。行こう。22ターンか。なので、あの、多分龍馬がはっちゃけると、うん、速攻でボスいっちゃうから。終わるでしょう。僕は、まあ、最初はなんか手加減するみたいな。見ないでやります。おーし、青木ラグブルですよ。何、ラグ、ラグブル、ラブグル、ラグ、ラグブル、逆逆。よし、行くぞ。なんでよ、ラグブル。ターン数稼がなきゃいけないからね。よっしゃ、じゃあ目つぶって、でい、ダメなんじゃん。ザコ光属性だね。本当だ。あ、じゃあ光に突っ込めばいいのか。光に突っ込めばいいの。すごい希望に似てる。おお、すげえ。やるじゃんよ。あのウォッカさん、せめてザコ倒しとけよ。ほら、痛い。あかん。避けてもいい。倒せ。マジで痛え。びっくらこいた。うわ、わかんぞ。ビックな卵じゃん。いや、ほんとに。よっしゃ、またハートルズ気持ち悪い。今カーバンガー、ウェーイ。いや、まだカーバンガー、まだしてない、してない。ハートルズ気持ち悪いな。気持ち悪いね。ちょっと気持ち悪い。これボス弱いんじゃない、めっちゃ下手したら。まあ、弱いというか、うん、とりあえずお前は攻撃を加えるな。わかった。まあ、そうだね。パーフェクト盾か、まあ、そう。今、ハートルズね、ストライク。あー、全然痛くないわ。そうね、ザコの攻撃がめっちゃ痛かったけど。ザコをボコボコにした後に、うん、そうこいつだけを残して、こっちプレイ。いいです。ウォッカさん、さっきから横に。当たらなければどうということはない。どうということない。まあ、今俺当たってたけど。まあ、でも10個ぐらいはいけばいけるでしょ、さすがに。じゃあ、あとだから、2週間ぐらい。で、これして、うん、ハートがとりあえず1個大きくなるから、うん、あ、そしたら取って、うん、倒そう。なるほどね、いい計画、危険。ちょうど俺が、ほら、取らさるから。よし、非属性。あぶねー。え、あ、まだ続けるの。いやー、まだ続けるの。まあ、もう倒せる。もう大丈夫。で、ウォッカ。お、いいね、ウォッカさん。全く期待できないウォッカさんも37万のダメージ。さすがやね、ウォッカさん、完璧だ。ウォッカさん、すげえな。すげえ、さすがウォッカプッペ。しびれた、ウォッカプッペ。なんやねん。さあ、ベートーベン、いい感じのショットにはならず。ウォッカのかっ、なんか動くとこ見たのさ、あの、東海議が初めてだったんだよな。あ、そういえば進化前の進化後を見れた、これで素晴らしい。感無量ですよ、僕。こんな感じなのね。びっくりした。とどめをさせ。わかった。あ、剣取ってる、剣取ってる。わかった。うん、自ます。いや、オッケーオッケー。弱っ、やべえ。龍馬すごい。やっぱ龍馬強え。半端ねえ、剣を取ったとはいえ龍馬系だ。なんか色取れない。なんだこれ。でもこれ1体ずつ倒していけばいいんじゃない。1体ずつ。いや、でもカピカンしろよ、そこ。いや、こいつら多分攻撃力高いで。だから倒せ倒せ。よし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 、オッケー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 。憧れのウォッカ先輩。憧れのウォッカ先輩。もうカーバンが溜まるで、さすがに。ね、うん、大丈夫。さすがに大丈夫。そんなに結構早かったな、なんか遊んでたから。まあ。よし、いいね、いいね。じゃあ真ん中ちょっと任せます、リュウマ先輩。タートルズキモいわ。キモいとか言うの。タートルズ好きだけど
ちょっと残念です。あ、いいですね、消滅。あの龍馬先輩はね、まあ、皆さんご存知の通りね、はい、木属性キラーで、はい、属性優位と相まってものすごいダメージが出ますんで、龍馬初めて使った時なんて強いんだと思ったよな。いや実際強い、だってダメージオールがあろうが地雷があろうが、うん、木属性だったらとりあえず龍馬を連れていけばいいぐらい。そうそう、関係ないもんね。避ければいいだけだから。そうそうそう、アロマで、アロマで、しっかり。お前ら忘れてただろ。でもめっちゃ説明してるから、ね、おーおーいつやるんだ。おおカメラアップじゃん。完璧じゃん。おお待って待って、おい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 、カメ増えたぞ。トモグイかよ。トモグイやめろ。すごい、だって今画面上にさ、1,2,3,4,5,9 匹のカメが映ってる。カメだらけだよ。カメだらけだよ。正直さ、うん、タートルズさ、ラファエロとかさ、はい、あのミキランジェロとか、ね、もういるんだよ ね、 からね。そう、かぶっちゃってるから。さあ、来た。こんなやつ、全然知らんわ。あ、なんかウォッカが光ってるんですけど。お、行くかこれ。お、ウォッカさん行っちゃうの。ウォッカさんやっちゃうか。好きにしてください。これ何触れた最初の相手、ランダ。ランダかよ。うわ、ランダかそれ。え、それ、え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 、あ、お、お、お、ウォッカ先輩が喋ったけど、うわ、なんとかコンプか。属性有利で40万に満たないの。まあ今弱点当たってなかった。弱点当たって 5,60 万ぐらい。あまりはザコ倒して。あ、でもウォッカ先輩ストラクションとたまるのすげえ早いんだな。13ターンだからね。それはまあでも60万出ればいいんじゃない。これも60万出てた。いや、弱点に当てれば60万ぐらい。あ、そうなんだ。まあそう考えるとね、悪くない。言うほどまあハート取りたくないんで。はい、ハート取りたくない。取りたくないって大丈夫、龍馬が決めてくれるから。そう、カーバン。それでも龍馬なら、それでも龍馬だ、何とかしてくれる。まだ慌てるような時間じゃない。バラー。一発26万。ウォッカのステライクショットとは半端ねえよ。そうだよ。ストライクショットだ。今だって往復してたら絶対70万ぐらいしたから、ね、1だもんね。ウォッカさんのステライク刀なしだろ。そして仕留めないという。やっちゃってください。 OK、 okay。 第五競争曲。え、第五第五 OK。 まあやっぱ最後はね、カーバンガーでしょ。最後はカー、そうだね。オッケーオッケー。おー、意外といい。パワーになった。じゃあ、リョーマさん決めちゃってください。またっすか。じゃあ、いきますよ。さあ、でも2発当てれるかな。おおーい。こいつ何もしてねえぞ。リョーマさん、さすがっす。通るだけで敵が進んでって、ね、あ、まあ、ウォーカ先輩どうでもいいっす。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 おおー、やるじゃん。ケントでパワーアップした。なんでパワーアップした。いや、いや、皆さんね、あのね、この動画をご覧の皆さん、ウォッカを別にバカにしてるわけですよ。そうですよ、尊敬の念をね。そうそうそう、込めて。いや、ウォッカってちゃんとつけるものすごい強い。あ、お前、ストライク使った方がいいんじゃない。ああ、使っちゃっていいんじゃない。いや、大丈夫。え、何が大丈夫。大丈夫です。スピクリならずじゃない、下手したら一トンとか。オッケー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 。多分わかんない、仕留めちゃうと思っちゃうんだよ。無理だろう。ちなみにカーバンガやってもいいけど絶対倒せないから。そうだから、そうだから、それ言ってたから。あ、何、もうスピクリーは何捨てるの。いや、そうじゃなくて、いや、え、今カーバンガする。いや、いいよ、もうやっちゃうの。やっちゃうよ、やっちゃう。いや、やんなくていいよ。どっちがね。じゃあ、何とかね、とどめに。じゃあ、じゃあもうとどめ持ってきたいでしょ。オッケー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 。これ結構難しいからね、半分が。龍馬がぶつかっただけで消え去るかもしれないから。そうだ、そうね。え、使っちゃダメ。ダメだね。明らかに終わるだろ。せっかくカーバンガーだね。分かった分かった分かった。斜めに一回じゃない。横の雑魚じゃないの。あ、そっち行く。あ、なるほどね。もう攻撃しないぐらい。とりあえず邪魔なやつは。でもさすがに、ね、あと3分の1ぐらいまで減らしてくんないとまず倒せないと思う。そう、うん、だからそこはウォッカ先輩がやってくれる。いや、でも雑魚倒した方がいいでしょ。うん、雑魚はね、ちょっと痛いわ。どんだけ慎重になってんだよ。おし。そう。あとはビットンをできれば破壊しておきたいな。ああ、そうだね。うん。
使っちゃっていいんじゃない、倒しちゃうから倒さないんじゃないかな、倒しはしないと思うけど、ハマったら終わっちゃうけどね。そうっすね、怖いんだよね。いや、ベートーベンあれだからね、亡霊だからさ、あ、そっか、亡霊か、そうあのね、いや、亡霊じゃない、亡霊じゃないよあれ、亡霊じゃなかった、自分のスピードアップ。そう、まあ、けど倒せなかったら別に最後、龍馬先輩が決めてくれるから。そうだな、もう一旦ちょっと遊んでみるじゃん。遊んで、遊んだ方がいい。じゃあ、カーバンガーちょっと位置取りだけでもしとけや。よっしゃ、あとはまあ、龍馬先輩どうする。龍馬先輩は、うん、弱点に当たんないようにさらに気が発揮させて。いや分かった、危ない縦の方がいいな。危ない。よし、いい感じになってきたぞ。そうですね、動くか先輩はもう適当に、うん、あ、ビットを破壊しろ、攻めて。あ、いいぞ。おー、何してんの謎の調整。俺正直すごい、なんか適当にやるとなんかやりそうな気もしないでもないから、ちょっとスルーする。もういい、もう次で見よう。スロー。いやー、止められないんじゃない。分かんない、あのね、どれが食らうか分かんないから、スピードアップもちょっと怖い。そうスピードアップあるんだよ。じゃあだからここはスルーするから、ここは、さあ、カーバンガ倒せるか。さあ、いいぞ、カーバンガ見せてくれ、カーバンガ。なんでこんなお膳立ちしないといけないんだ。いいよね、一人で分身して戦うっていう、ね、戻った気持ち悪いカーバンガー、やった、カーバンガー、盛り上がったね、分かる。お、しかも出た、お、出たよく出たないやー、これはカーバンガパワーじゃない、ね、カーバンガパワー、いいわ、よかったね。じゃあ今日のガチャはスプリンター先生に捧げよう。こんなやついたんだね。これカーバって何に使うの？分からない。分かんねえ。確かにクリシュナとかカーリーの髪が素材だった気がする。はい、というわけでね、いや、タートルズもやっぱり ね見れたしね、カーバンが出たし、やっぱ出るんじゃないですか今日。そうですね。ということで恒例のガチャタイム。じゃあいくよ。じゃあここはやっぱカーバンガでいく。はい、いくよ。いくよ。ピザタイム。カーバンガ。バンガ、カワバンガってどういう意味？美味しい。ピザが美味しい。カワバンガ！カワバンガ！レオナルドかな？ももち。はい、じゃあ次いきますよ。さあ、何が出るかな？いくぞ！カワバンガ！何？さあ、カワバンガ出るのか？何出る？なんだ？カーバンガー！はい、売ります。これはまさかの開国ガチャですか今回は。開国してください。よっしゃ、行くぜ。よし、行くぞ。よっしゃ、カーバンガ。さあ、カーバンガ来るか。さあ、来るかな。さあ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 、ひどい。ふざけんな、しない。ひどいな。もう何回も見てるよ、そいつ。最後にカーバンガ頼むぜ。カーバンガ頼むぜ。そう、ちょっと演技いいはずなんだから今日。そう、頼んだよ。カーバンガ。あ、今カーバンガをバカにしてた。バカにしてた。気合が全然入ってないもん。なんやカーバンガ。あ、これクレイヤー。あ、バルドル。バルドルだ、バルドル。バルドルさんやる。微妙になんか出にくい感じだ。そうかな、出るよ。結構出ると思うよこいつ。はい、というわけで、はい、今回はカーバンガの回でしたね。はい、絶対違うんだけど全然違うんだけどな、うん、はい、じゃあ全世界のみんな、カーバンガー、バイバーイ。動画を見てくれてありがとうございます。スマホからご覧の皆さんは画面の下の方からチャンネル登録お願いします。 YouTube は
こちら、こちらです。PC ですね、PC。で、こちらはニコニコ動画。はい、はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録するとどんないいことなの？お金を拾うことができる。なんでやねん。身長が20センチ伸びる。なんでやねん。パソコンが爆発する。そうだな。